リバプールに所属する日本代表 MF、南野拓が、イングランドで初めて迎える年末年始の過密、ほどや、その後のシーズン後半戦に向け待機、身を語った。クラブ公式ウェブサイトがイン、ビューを伝えている。今シーズンの南野拓ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。 一ヶ月無料を見、実施中、欧州ではクリスマスから年明けにか、て短いウィンターブレイクが設けられるリグも多いが、イングランドでは例年この時期、普段以上の過密日程となる。リバプールも年に、ウエストブロムウィッチ戦と入荷する戦、年明け以降に、サウサンプトン戦、アスン、ビラ戦、FA カップと立て続けに試合が組まっている。南野は、その連戦を、すごく、 楽しみにしていますとコメント。一週間に二試合ありますので、も出場できるチャンスがより高くなると思えます。今は負傷者も多いので、僕のような選手、チームのためにもっと頑張る必要がありま、しっかり準備をして、チャンスをもらえれば顔出したいと思いますと語った。27日に対戦るウェストブロムはスラベンビリッチ監督を解任し、 サムアラーダイス新監督が任して2戦目となる。監督が変わったチームは、があるかわかりません。それでも僕らは最高、準備をするだけですし、自分たちのサッカー、できれば良い結果が出せると思いますと南は、勝利への意気込みを示している。現在プレ、アリーグ首位に立つリバープールは、特に法では、今季7戦7勝と好調。アンフィールドで戦う、には、 理由はわかりませんが、いつも勝てると、じています。スタジアムが、いつもパワーを与えてくれますと、南野も、本拠地でプレーする感、について語っている。今後の目標としては、個、敵には、試合に出た時には120%のベストを尽くし、いいと思います。チームとしてはできるだけさは、タイトルを勝ち取りたいですと、南野。前節区、スタルパレス戦で記録した。 待望のプレミリーグ初ゴールに続いてさらなる結果を出続けていきたいところだ。りょう。<music>